回、阪神大竹幸太郎、4700万増、6700万円。阪神の大竹幸太郎投手が10日、兵庫、西宮市の球団事務所で初めての契約交渉に臨み、今期年俸2000万円から4700万円増の6700万円で公開した金額は推定。お金の使い道を問われると、今日この場をお借りして発表するのですが、結婚したので、新しく家庭を持つので、まずは妻に還元できればなと思います。と満面の笑みを見せた。大竹選手ご結婚おめでとうございます。この場で発表し、手3倍よりハッピーですね。おめでとう。大竹結婚おめでとう。年俸も5000万超え。ほんま良い選手に来てもらえたね。大竹年俸も大幅アップ。良い1年になりましたね。大竹いろいろおめでとう。楽しみ。ゲンドラドリームやなあ、連覇して1億いきましょう。ダブルで嬉しいですね。これからも頑張ってくださいね。良いことすくめですね。おめでとうございます。ご結婚&年俸大幅アップおめでとうございます。大幅アップ。現役ドラフトの希望来期も活躍者が現れるか。上がったなとは思うけど、南以下なんか。今年は公私ともに充実した大竹。お、大竹結婚したん？おめでとう。近本佐藤に感覚を麻痺させられているけど、梶谷3000、6000、佐伯1900、5000の中で大竹が2000、6700は大幅アップやで、来年も防御率2点台、2桁勝利で1億乗るやろ。来年は、大アフィ太郎、3矢の子、大春光太郎、3になるとええね笑い。こんなにいいことばっかり起きる1年早々ないわよ。おめでとう大竹さん。大竹幸太郎、4700万アップか思いのほか伸びなかったけど、イニング数やろうね。来年も規定を超えることを目標に頑張ろうな。大竹年俸6700万、そして結婚おめでとう。大竹ファンとしてほんまに嬉しいし、めでたいわ。大竹選手が阪神に来て幸せそうにしているのを見てると、こっちも幸せな気分になるんよな。大竹も年俸爆上げやな。ほんま今オフの阪神ほかほかすぎる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。